はい、こんにちは。チャペチャピックの大浦幸子です。今回はアトリエの中からのお話です。はい、どうして私がこのようなアトリエを作ろうと思ったかと言いますと、やっぱり自分の手でお客さんに直接販売したいっていう気持ちが強かったですね。そしてネットショップもやっていたんですけれども、お客さんってやっぱりお店で買うのって楽しいじゃないですか。でもネットショップはそのお店で買う楽しさは少ないと思うんですね。だから私はこういうアトリエで作って、でここで梱包して発送していますっていうのをお客様に感じてもらいたかったので、私の世界観を出すためのこのようなアトリエを作りました。アトリエを作って、このね、隠れ家なんですけれども、ネットで探して見つけて、インスタグラムのも見つけて、遊びに来てくれるお客様が少しずつ増えてくれてとっても嬉しいです。また遊びに来てくださいね。